こんにちは、ドリブルデザイナーです。今日は縦にいる相手の裏を書いて縦に抜く、それでも縦に抜くっていうオカマゲドンっていう技をやります。オカマゲドンってね、ちょっとかっこ悪いんですけど、岡部とアルマゲドンを混ぜたんですけど、もともとはストリートサッカーでやるアッカーっていう技があるんですけど、アッカー3000かな、その技を自分なりにね変えた技です。皆さんこういう時ってありませんか？縦にかわしたいんだけど、縦を切られて中にかわさなきゃいけないようなところをディフェンスに取られる、ポジションを取られる、中に行くとバチン、体も強い足も速い選手に取られてしまう。中からどん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 追い込まれて、最終的に縦に行くぞっていう時に詰まって取られてしまう。そんな時に有効なのがオカマゲドンです。やってみます。このオカマゲドンのやり方は、まずあえて自分で片方の方に追い込まれたようなものを作ります。その作るやり方が、右足でインロールしたのをまたいで左足で前に出す。そうするとディフェンスは 1-2 っていう軌道に対して 1-2 っていう感じで、こういうふうに左手と左足を出して止めようとしてくると、そこで 1-2 後ろに引いて 3-4-5、 蹴り足の方は後ろに引いて3ですね、3-4-5。この3で相手のこの巻きに、刈り取りに来ている足を一度かわす、3で後ろに、で4で相手の完全に見えない背後ですね、背後にボールを置いてあげる、3で後ろ、4で背後、5で戻してあげる。でこの4-5の時にですね、軸足がそのまんまの状態で4-5ってやっても幅が出ないんですよね。そうするとディフェンスに当たりやすいので、3-4の時はジャンプしてあげる。はい、通しでやってみます。1-2-3-4-5。はい、皆さんオカマゲドンいかがでしたか？中から縦に追い込まれて、もう縦に行くことができないような状態でオカマゲドンをすると、相手の死角からボールを通すことができて、一発逆転の一手になることがあるので、ぜひ覚えてみてください。頑張ってください。